そして青木いい形で右に流れていきます。ここに遠藤上がる、ダイレクトで折り返す、シュート決まった。長澤のゴールです。浦和が先制。完璧に崩しましたね。浦和としての初ゴールにもなります。長澤リーグ戦そこまでのね、中盤での細かいパスワーク、浦和らしい組み立てでしたね。そしてサイドに大胆にパスを送ってクロスからのダイレクトボレー、美しいですね。遠藤からのボール、まあ先ほどのリポートではもうこの後